皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ベースパートとコードパートをなんかこう同時に弾くみたいな奏法の解説ということで、この2本目の動画では、ピックを使わずに指を使ってやっていくやり方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。やることは大して変わらないんですけれども、ベースを親指で弾いて、で、うーと人差し指とか中指、薬指、もう親指以外のこっちの4本の指なんでもいいです。僕の場合は中指と人差し指が中心になって、ストロークすることが多いんですけれども、普通にこのパッと下ろして、爪が当たるようにやってみてください。5弦を親指が弾いて、高音弦側のストロークをこっちの4本で弾くと。です。で、1本目 そのピックでやったときと同じような感じで、親指を弾いたときにその、手がぐわっと動くと、その後の動きが乱れるので、親指のベースのときは動きを小さくしましょう。単純に考えて親指を弾いたときにこう腕がボーンと下がって、ここからダウンストロークってできないじゃないですか。親指を弾いた後でも、そのダウンストロークができるように手を動かすと。親指を弾いたら、ダウンストロークができる。で、ストロークが終わったらまた親指を弾くことができる。で、ストロークをして。こんな感じです。慣れてくると、多分ピックで弾くよりもこっちの方が簡単かなという感じですね。で、最後に、ちょっとまた、なんて言うんでしょう、皆さんにご提案させていただきたいのが、5弦を弾くときに、この親指で少しスラップっぽく引っ張ったりとかすると、またサウンドとしては面白いかなと思います。こんな感じです。で、ストロークをするときも、単純にその指をストロークするだけじゃなくて、親指でこの5弦とか6弦をこの軽く叩くようにして、このパチッという音を出すと。そうすると、よりこのパーカッシブな感じになって、本当になんかね、ベースの人とコードの人、なんか別々の人がなんか弾いているような、なんか2人の人が弾いているようなサウンドになってくるかなと思います。ちょっと強めに弾いて、親指を叩きながらストローク。これですね。こんな感じです。どうでしょうか。で、その楽譜のほうにちょっとまとめフレーズみたいな感じで、ちょっと難しいコードも使ってやってみておりますので、よかったらそちらもチャレンジをしてみてください。そうだな。例えば、5弦からスタートするこの C とか A とか B とかに関しては、5弦コード、6弦コードという順番で弾いていくと、いい感じになります。A コードだったら5弦弾いて、そのまま6弦弾こう。で、B コードだったら5弦弾いて、そのまま同じフレットの6弦を弾いていく。こんな感じです。5弦から始まるコードだったらば、そのフレット、同じフレットの6弦か、6弦に。移行するという感じですかね。5弦、6弦、5弦、6弦。で、逆に6弦から始まるコード、例えば G とかの場合は、6弦コード、5弦コード、6弦コード、5弦コードという感じで弾いていくと、すごくいい感じです。E とか。の種類的に、その5弦は弾かないコードってあるじゃないですか。例えばこういう A シャープディビニッシュとか。これに関してはまあ、ね、5弦が抑えられないので、5弦は弾かないんですけども。
そんな感じで弾いていただくと、より面白くなってくるかなという感じです。ではでは、その楽譜に書いてあるフレーズをちょっとゆっくり弾いて、終わりにさせていただこうかなと思います。こんなフレーズになる予定です。ゆっくりやってみます。最初は間違えた。左手のコードがわーっとややこしい感じですけれども、またできるようになってくるとなかなか面白いと思いますので、頑張って練習してみてくださいませ。で、ここから余談。なんかこのカーターファミリーピッキングっていうんですかね、なんかそんな感じのなんか呼び名らしいんですよ。なんかこのベースとコードを引き分けるっていうのですかね、なんかいろいろ調べてみたんですけど、なんかよくわからなくて、どこまでがカーターファミリーピッキングで、どれがカーターファミリーピッキングなのか、なんか僕はちょっとよくわからない。感じです。なんかこんな感じの奏法、カーターファミリーとかっていたりとかするみたいです。こういう、さっき最後にやったこの、なんかこういう弾き方って、その僕、昔から実はやってて、なんかこの僕が発見したと、実はなんかこの軽く自負しているところだったんですけども、やってる人いるんですね、すでにね。なんで、まあ、ちょっとまあ真似事になってしまいますけれども、まあ、僕はいつもこういう感じで弾いてますよっていう、まあ、そういうご紹介でございました。よかったら真似をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。